あれ、ここは、何か見覚えが。あれ、うぷ主は、ま、いいか。とりあえず入ってみよう。ここにも見覚えが。やあ、おかえり、マリサ。ようやく家に帰ってこれたな。ここで君が遊んだのを覚えているか。ガッハッハッハ。今日は家族4人で楽しい一日になるぞ。そう言われると、確かに。まあ、いいか。次の部屋だ。おっと、岩くつきのとこに入ったな。ここは、わしの妹、若さぎ姫が、飛び降り自殺をしたところだ。なぜ、こんなことになったか、理由は単純だ。ある日、若さぎ姫は、ここで遊んでいるときに、わしの大切な黄金皿が割れてしまったのじゃ。そこから親子喧嘩が始まり、しまいには、彼女は、ここから飛び降りた。今でもこの話をするたびに心が奪われるわい。そして彼女が飛び降りた部屋に、十字架が建てられ、祀られたのだ。二度とこんなことがあってはならぬと、願いを込めて。マリサ、こっちへ来い。この図書室を覚えているか？ここでわしは、新たなる力を手にした。異次元に呼び込む秘密ディメンション、ホール、をね。それを使ってこの城を試験して、この城を蘇らせたのだ。クックックック。こっちへ来い。ここで、とある事件が起こったのを知ってるか。一人のメイドが、この大迷路に閉じ込められた。メイドは必死に助けを呼んだ。そして助けを呼んでから1、2時間ほどすると、助けが来て、出口から抜け出した。だが、5分ほどすると、そのメイドは息を引き取ったのだ。とある病院でな。こっちへ来い。出口だ。ここから出るのだ。ここからは英気様の部屋に繋がっている。ここから見る月は最高だろう。だが、あいにく、月が赤く、血のように染まっている。着いたな。ここが英気の部屋だ。遠慮なく入るがよい。なんだ、何かが、近づいている。英気、何をしておるのだ。その鉄砲を下ろせ。こっちへ来るな。お前は重大なミスを知らんようだな。さあ、仲直りしよう。英気。さあ、わしに向かって、ごめんね。私が悪かった。と言うんだ。おい、その銃口は人に向けるものじゃない。目を覚ますんだ。おい、どうかしとる。やめろ、近寄るな。お前はいらない存在だ。ぶっ殺せて光栄だわ。クッ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 ク。あっは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 。よう。なんやら急いでいるみたいだな、お前さん。なあ。一つだけ質問させてくれ。どうしようもないクズでも変われると思うか。誰でもその気にさえなればいい奴になれると思うか。へへへへ、そうかい。ああ、それならもっと良い質問をやろう。俺と最悪なひとときを過ごす気はないか。もし、お前さんがもう一歩でも進めば、これから起きることにきっと後悔することになるだろう。やれやれ。すまんな。シャメイマル、これだから約束なんぞしたくなかったんだ。
すがすがしい日だよな。外は、カエルは歌い、アジサイは咲き乱れ。こんな日こそ、お前さんみたいな奴には、地獄の豪華に焼かれるべきだ。どうした？ただここに突っ立って、攻撃を食らうとでも思ったか。昔、俺はこの城の主人だった。だが、だいぶ前のことだ。知ったことかよ。マリサはどうする？まあ、当然攻撃するだろう。だが、俺に攻撃は当たらんぞ。俺はとっくの昔に父に従うのをやめたんだ。そう、父ってのはガロン様のことだ。仮に俺がもう一度主人になったとしても何の記憶も残らず結局ここに戻されちまうんだろう。ぐ、そうは言ってもだな。お前は、はあ、マジでその攻撃するのが大好きなんだな、なあ。いいか、友情ってのは、本当に素晴らしいものだな。戦いはやめようぜ。やったな。こうなったら、ずっと、お前が諦めるまで、俺のターンを続けてやる。行くぞ、地面ラッシュ。まだだ、まだ攻撃できるぞ。くらえ、マリサ。せいぜい、一丁目だ。あ、もう疲れた。あ、あ、いいだろう。もう十分だ。俺の最後の切り札の、お披露目といくか。覚悟はいいな。行くぞ。最後の切り札、何もできないん。ああ、そういうことだ。正真正銘、何もできない。そして何も起こらない。ずっとな。わかるか。俺はお前を倒せない。次のターンで確実に。俺はお前に殺される。だからな。お前。俺はお前のターンを、二度と譲らないことにした。お前が諦めるまでずっと、俺のターンを続けてやる。時が果てるまで、ここに立ち続けることになるとしてもだ。いいな、小僧。へ、まさか。ま、そりゃこうなるだろうよ。ただ、俺は、ちゃんとお前に警告したからな。さてと、社名丸神社に帰ろうかな。ちと気分も悪くなってきた。
あれれ、これで終わりか。まあいいか。奥の部屋に進もうと。ついにここまで来てしまったか。まあ、一泊か、娘よ。これが結界だ。兵器を叩いている結界だよ。もうわかっているだろう、娘よ。我らに使える気はないか。そんなのお断りだ。私には仲間もいて、視聴者という、偉大な友がいるのだよ。地で言ってもわからんか。ならば暴力的に片付けるまで、行くぜ、覚悟せ。おばば、出てこい、戦うぞ。ひざまずくだよ。がここに来るとは思っていなくてな。君と戦う準備はできておらん。って、あれで、勝手にやられてないか、娘よ。これじゃあ、わざわざ戦う必要なしじゃな。かもしれ。これ以上はごめんだ。二人とも葬り去ってくれる。こんな戦いもう終わりだ。黙れ、平均め、どこにいるんだ。少女さん、邪魔しないでおくれ。もう我慢できない。もう。ダメ。何をする、平均。さあ、行こう、マリサ。本当の戦いが始まるわよ。そして、それだけじゃない。私が復活した。もう止められないわ、覚悟。へっ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 へ。君に会えて本当に嬉しいよ。今夜はいい夜になるよ。もう RPG はごめんだよ。そのコマンドも表示できなくさせてやる。くらえ、オメガバスター。くそ？なんで失敗するの？まあ、あんたを殺せるからいいけどな。へっへっへ、マリサよ。私には世界征服しか道はない。さっさと消えてくれないか、私の仕事が楽になるからよ。へっ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 へ、情けないねー。こんなことも言わないとわからないだなんて。さあ、遊びはおしまいだ。この城もロドも浄化して一からやり直させるのだ。へっへへ676っへへへ86でいへ。死ぬがよいわ。ディメンション、ホール XX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 
これでもまだダメか。だが、案ずるなよ、マリサ。まだ私は真の力さえも使ってないからな。行くぞ。本気出すからな。お前の決意がどれだけあるか、私に知らしめてみろ。お前の決意は甘すぎた。お前の決意は未熟すぎた。さあ、終わりにしてあげようぞ。なぜだ、動けないぜ。一体どうしたらいいんだ。なんだ、この気分は。友情ね、私から離れろ。消えろ、友情、生まれる把握。悪は定義に書くのだ。む、この声は一体。頑張れ、頑張れ、ファイト。ファイト様。
さ、無理さ。今来ることはできないさ。みんなで応援してるよ。頑張るんだ、マリサ。僕を助けてくれ。みんなが、ルーキーを倒せるって。I think. 頑張るんだ。応援してるよ。頑張れ。頑張って。また会ったな、諸君。グッズグッズ。ジョジョカバン、アリスだよ。きっとお前ならできる。応援しようね、マリサのことを。頑張れ。いいんだ。ふっ。出会ったぜ。当たろうよ。お前ならできる。自分を信じろ。信じすぎてスペースがないな。俺に言ったのはいいけど、入らないな。さあ、マリサ。今こそ。おい、何したんだ。へ、まさか、嫌だ。私から離れろ。友情、友情の悪魔ね。無駄だ、お前の悪事にもあったのさ。お前には友情が必要だ。なあ、冗談だよな。冗談ならさっさとやられろ。これは冗談抜き。とんでん返しはなしだ。へへへへ。まずい、泣き出そう我慢だ。なんで私、泣きそうになってるんだ。消え去れ友情の悪魔。消えろー。やっぱり友情って、最高だよね。ありがとう、マリサ。私を呪縛から解き放ってくれて。本当にありがとね。はわは。初めて君に会った時は、私は変なことばかり考えてただろ。それは、この世を征服してやること。でも、征服したからって、面白いわけじゃないし、実際しようとはしなかった。ただ、体が勝手に動いてしまい、この様さ。私は呪縛に縛られていた。破滅、という呪縛にね。なぜ私はこんな行動に出てしまったのだろう。考えてみなよ。もう、何も言えない。そろそろタイムアップだ。私はまだ完全には治っていないようだ。私、ちょっと出かけてくるわ。頼むから、ここからは一人にさせてくれ。まだだ。やることが一つ残ってる。行くぞ。はぁー。はぁ。さてと。パパ、ママのことは、君に任せるとしよう。さらばだ、心の友よ。やっと助かった。っておい、マリサ。は、なんだ、ただの悪い夢か。で、霊夢は。霊夢なら家に帰ったよ。帰って昼寝してるだろうね。さっさと出ようか。そして、おやすみだぜ。